デザインの人がいなかったか。今クワガタイガーっていう怪しいやつがいたんですけど、最近デスバルはそして近くに以外に他の地域にも現れるという情報がある。みんなも見たら教えてくれ。みんな見てない？大丈夫？見た？え、見た？見た？あっち？あっち？どっち行った？あっちか。じゃあ、ゼロ君、顔を切ってください。ゼロ君ね、普段は葛飾区の平和を守るために戦ってるんですよ。でその悪の組織です。ヨスバルというところのマッチョ大佐っていうのがね、普段いるんですけども、今日は葛飾区で暴れてるのかなって言われてるわけには来ておりません。で、6月26日、先週ですね。先週も実は14分、ヨスバルと戦ってましてですね、すごい活躍をしてくれたんですけどもね。今日はここ江戸川区でどんな活躍を見せてくれるか、ヨスバルに追いつけたかなー、ゼロン君。大丈夫かな。じゃあね、ここでちょっと練習しましょうか。また悪い怪人が現れたら、みんなでゼロングを呼んでほしいんですよ。大きな声が必要です。じゃあ僕がせーのって言ったら、みんなでゼロングって大きい声を、もう僕ども子供もお姉さんも全員お願いします。じゃあ行きます。せーの。オッケーオッケー、ありがとう。じゃあ、悪いやつが来たら、またみんなで大きい声を出して、ゼロング呼ぼうね。ああ、なんでこの曲なんかなってんの？もしかして、バッチリ来たのかな？熱い。もう、嘘でしょ？あ、うるさい。怪人よ、怪人。あったもん。ウルトラマンの人よな。ちょっと、俺の人は何だよ。何だよ、うるさいよ。あの、あたりか。あったけ。何だよ、何だよ、何だよ。何だよ、何だよ。何だよ、何だよ。だけど、そろそろ、いい時間にもなったところだし、これ、いろいろあるから、まだベストなの、悪の戦闘員を、変えてやろうとしようか。ああ、そしたらね、みんなあの南小屋、ここだけね、童話通り、ステージの広さ、取ってもらいましょう。さっき練習したように、せーのでいくよ。いきます。せーの。違うよ、わかるわけよ。じゃあ、もう一回だ、大きい声で。そうそうそう、せーの。そこはいかないですよ。どうでもある、来るわけがない。何のことだ？何のことだ？出ました！おい、何すんねん。おい、めんどくさい。このクソアピーとかに来やがって。めんどくさい。めんどくさい。めんどくさい。なんか攻撃の力があるから、どうしようかな、なんか、なんじゃないかな。
ってません。なんかないかな。なんかないかな。